トレイシー・コールドウェルはアメリカ合衆国の科学者出身のアメリカ航空宇宙局の宇宙飛行士である。名前の発音はトレイシー・カードウェルが近い。2007年8月に打ち上げられた STS-118 のミッションでエンデバーのミッションスペシャリストを務めた。2010年4月4日から2010年9月25日までは 第24次長期滞在の一員として国際宇宙ステーションに滞在した。故障した冷却ポンプを修理するため、合計で約22時間となる3回の宇宙遊泳を実施した。コールドウェルは三女としてカリフォルニア州アルカディアで生まれ、1980年代初めに中学校に通うためにボーモントに転居した。趣味はランニング、ウェイトトレーニング、 ハイキング、ソフトボール、バスケットボール、車の修理等である。大学生の時には、カリフォルニア州立大学、フラトン校の陸上競技の選手として、短距離と走り、幅跳びの競技を行っていた。飛行機の免許を持ち、アメリカ手話とロシア語を流暢に話すことができる。夫は、アメリカ海軍パイロットのジョージ・ダイソンである。宇宙飛行士で構成される。 バンド MAXQ のリードボーカルも務めている。カリフォルニア大学、フラトン校の学生時代、彼女は、大気中の気礎科学を研究するために、レーザーイオン化飛行時間型質量分析装置の、電子回路およびハードウェアを設計、製造、実装した。また同じ大学時代、 リサーチインストラクショナルセーフティーオフィスで助手として、有害化学物質や放射性物質を用いた、研究室の環境モニタリングや、機器の構成、化学物質や放射性廃棄物の処理に携わった。またこの時期、彼女は、父親の電気会社で、技術者を呼び、配線校としても働いていた。カリフォルニア大学デイビス校で、コールドウェルは、 一般科学を教えながら、大学院の研究を始めた。彼女の学位論文は、電子分光法、レーザー脱離、フーリエ変換質量分析を用いた分子レベルでの、表面反応性と、金属表面の反応速度論の研究であった。彼女はまた、可変温度超高真空操作トンネル顕微鏡の、周辺機器も設計、製造した。1997年、 コールドエルは、カリフォルニア大学アーバイン校で、大気化学の研究を続けるため、カミー・アンド・ヘンリー・ドレフューズ・ポストドクトラル、フェローシップ・イン・エンバイロメンタル・サイエンスを受けた。ここで彼女は、大気圧イオン化質量分析系、フーリエ変換赤外線、紫外線、吸収分光系等を用いて大気が関係する、気候の反応性や、反応速度論の研究を行った。さらに、 彼女は、痕跡物質の化学イオンのスペクトル解釈法も開発した。2009年の月面着陸40周年時のコールドウェルコールドウェルは1998年6月に NASA の宇宙飛行士の候補に選ばれ、8月から訓練を開始した。訓練の内容には、スペースシャトルや国際宇宙ステーションの建設、T-38 の飛行訓練、 荒れ地でのサバイバル等も含まれた。訓練を終えて評価を受け、彼女はミッションスペシャリストとしての資格を得た。1999年、コールドエルは宇宙飛行士室の ISS 運用部門に配属され、ISS のために開発されたロシア製のハードウェアやソフトウェアの試験を行った。2000年、第5次長期滞在の支援宇宙飛行士に選ばれた。 また第4次長期滞在から第6次長期滞在までの間、ミッションコントロールセンターで講師員も務めた。2003年には、スペースシャトル運用部門に移動し、シャトルはビオニクスインテグレーションラボラトリーで、飛行プログラムの検査やケネディ宇宙センターでの打ち上げや、機関の補助に携わった。第11次長期滞在では講師員のリーダーを務めた。 コールドエルは2007年8月8日から21日にかけて STS-118 で初めての宇宙飛行を経験した。これはスペースシャトルの119回目の飛行、ISS への22回目の飛行、エンデバーの20回目の飛行であった。コールドエルは第1ミッションスペシャリストを務め、ISS へのトラスやジャイロスコープの取り付けミッションは 成功した。ISS からドッキングしたシャトルへ電気を供給する新しい装置の起動にも成功した。3人の乗組員によって4度の宇宙遊泳も行われた。エンデバーは5000ポンドの荷物を運び、使わなくなった4000ポンドの荷物を地球に持ち帰った。12日間と17時間55分34秒で530万マイルを飛行したが、 コールドエルはこの間に38回目の誕生日を迎えた。2010年4月2日にコールドエルはバイコヌール宇宙基地からソユーズトマ -18 で飛び立ち、4月4日に ISS で第23次長期滞在の乗組員と合流した。アリックサンダースクボート総部ミハイル・コーネエンコと共に176日間。 滞在してソユーズトママイナス -18 で2010年9月25日にカザフスタンに帰還した。月面着陸40周年を記念したテレビのインタビューでコールドウェルは自身がアポロ11号以降に生まれた最初の宇宙飛行士であると明らかにした。ISS のキューポラモジュールから眼下に地球を見下ろすコールドウェル。ありがとうございます。